お化けのケーキ屋さん。僕はお化け。ケーキ屋さんを開いている。普通のお化けはただ人を驚かすのが好きみたいだけど、僕はちょっと違う。僕は作ったケーキを食べさせてみんなをびっくりさせるのが大好きなんだ。カランカラン。早速お客さんが入ってきた。おやおや、こんな時間にお化けじゃない子が来るのは珍しいな。君たちのお家に帰る時間はとっくに過ぎてるんじゃないのかい？私、お勉強会の帰りなの。ママはお仕事で夜遅いし、家には誰もいないからいいの。なんだか不機嫌そうな女の子。ほっぺをぷっくり膨らませている。かわいい顔が台無しだ。そうだ、僕の作ったとっておきのケーキを食べてみて。きっと笑顔になれるよ。今日は特別サービスさ。ケーキ？悪くないわね。いただこうかしら。女の子はケーキを食べた。女の子は全く驚かない。僕の作ったケーキ美味しいだろ？びっくりするぐらい。うん、美味しい。だけどパパの作るケーキと同じくらいかな。なんだって？それからお化けは女の子をびっくりさせるため毎月ケーキをご馳走することに。ケーキでびっくりさせるお化けと、びっくりしない女の子。お化けと女の子をつなぐ世界一美味しいケーキの秘密。お化けのケーキ屋さん。